キリスト教東方教会正教会ロシア正教会。ロシア正教会は、正教会に属するキリスト教の教会であり、数多くある独立正協会の一つである。正教会は一カ国に一つの教会組織を備えることが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる協議を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。共派名は、正教正教会であり、 ロシア正教、ロシア正教会は、主に、ロシア連邦、近隣地域を管轄する一教会組織名である。本校では、日本正教会による訳語を断りなく、用いる場合がある。17世紀の方針例改革に反対し古い、法事方法を守ったために、主流派ロシア正教会から追放された、古儀式派は、自らこそが正当なロシア正教会だとしている。 正教会の教会機構図解ロシア正教会は、教派としては、正教会に分類される。世界主教科書などでは、ギリシャ正教が一般的に用いられるが、ギリシャ正教は誤りではないものの、誤解を呼びやすい故障である。ロシア正教会は一教会組織名であり、ロシア正教会独自の教義教理があるわけではない。 ロシア正教会における機密は全正教会で有効と認められる。したがって教派名としてロシア正教を用いることは適切ではない。日本の正教会で行われる著名人の埋葬式に、際しロシア正教会で葬儀を行うと報道されることもあるが、葬儀が行われる場所が日本正教会の聖堂である場合明らかな誤りであり、正教会で 埋葬式が行われるといった表現が適切となる。同様の理由で海外での聖教徒の冠婚葬祭についても、聖道の所属する地方教会組織、教区が不明な場合、聖教会で結婚式が行われるといった表現が適切かつ無難である。1931年、ソ連政府の宗教弾圧の一環として爆破され、崩れゆく。 旧聖主ハリストス大聖堂ソビエト連邦の崩壊後に再建された旧聖主ハリストス大聖堂の夜景2019年現在、ロシア聖教会はコンスタンチノープル総主教長と神聖ウクライナ聖教会を除く全世界の聖教会とフルコミニオンの関係にある独立聖教会である。10世紀以前からすでにドニエプルガー流域にはキリスト教、 正教会の伝道は行われていたが、988年のウラジーミル一世によるルーシ人の集団洗礼が一応、ロシア正教会の起点とされることが多い。1589年にモスクワ総主教をいただく独立正教会としての地位をコンスタンディヌーポリ総主教、アレクサンドリア総主教、アンティオキア総主教、エルサレム総主教から承認された。 2010年現在のロシア正教会は約9000万人の神徒数を要する世界最大の独立正教会組織であり、その規模は神徒数で第2位の独立正教会組織であるルーマニア正教会を大きく引き離している。管轄地域はロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタンをはじめとしたソ連邦に構成していた諸国や 海外のロシア正教会系の教区に及んでいる。無神論を標榜するソ連邦時代には一貫して弾圧を受け続け、大多数の制度を破壊され、聖職者、修道士、修道女、信徒が虐殺されるなどの甚大な被害を受けたロシア正教会であるが、ソ連邦崩壊後には復活を遂げ、強制を増している。ロシア正教会の指導者は、モスクワ総主教。 現在の総主教はキリル一世である。ウクライナ正教会は事実上の自治正教会、日本ハリストス正教会は自治正教会となっており、これらはモスクワ総主教の庇護下にありつつも、財政的に完全に独立し、大幅な裁量を持つ自治を行っていた。2007年には、在外ロシア正教会との和解が成立し、在外ロシア正教会はモスクワ総主教の庇護下で、 自治性協会に準ずる扱いを受けていた。ただし、2018年のウクライナ性教会の、ロシア性教会からの独立をめぐって合意が満たせずに、決裂。ロシア性教会は、コンスタンチノープル総主協長との断絶を決定し、日本ハリストス性教会はこれに続いたため、東方教会は、大分裂の危機を迎えている。強制の拡大のボデビッチ女子修道院の前継。 ソビエト連邦の崩壊後に、修道生活が本格的に復興された。2004年に、世界遺産、聖教会をはじめとして宗教に大弾圧を加えた、ソビエト政権が崩壊した後、ロシア聖教会は、ロシア人の精神的な拠りどころとして、強制を再び伸ばしている。破壊された、火山の生新序福音聖堂、を、モスクワの救世主ハリスト世代聖堂の復興。 再建をはじめとして各地でソ連時代に破壊された聖堂の復興や教会組織の再建及び修道院の復興、新設が進んでいる。ソ連時代に禁じられていた放送、出版も活発に行われるようになった。ソ連時代に停滞していた聖歌作曲も再び活発となり、イラリオン・アルフェ・フフ主教やボリス・フェオクチストフといった。 新たな世代の聖歌作曲家が現れている。また、古典聖歌の復興、研究も活発に行われるようになった。国家との関係ソ連は崩壊したが、ソ連時代に当局に協力していた聖職者がいたことによる、信徒、国民からの教会に対する不信顔を引いており、ロシア正教会にとって解決の容易でない問題となっている。 数千万人規模の信徒を抱えるロシア正教会は様々な思想的傾向を持つ信徒たちをまとめ上げなければならないという問題も他の地域の正教会に比べて大きなものとなっている。ソ連崩壊後、左右様々な思想傾向を持つ信徒が参加する中で、ニコライ2世の劣勢の是非は微妙な緊張をはらむ問題として代表的なものであった。結局劣勢されたが、公式には、 地名者としてではなく、聖ボリスと聖クレープ同様の苦難を大し者として出会った。他方、在外ロシア聖教会では、ニコライ二世一家は地名者として劣勢されており、一般信徒の間でも地名者として推計する向きも根強いので、これらの動向を持つ、教会、信徒とニコライ二世を評価しない信徒との間で、若干の温度差がある。このように、 ロシア政教会上総部は、政教の関係と思想問題において、常に難しい舵取りを迫られている。ソ連崩壊直後、ロシア連邦議会に議席を持つようになった、政教会の新品が若干数いたが、1993年の10月政変に、月、ロシア政教会は、大統領側も最高会議側のいずれも支持せず、繰り返してはならない国民的悲劇と総括する。 一方で、政変直後に、モスクワ総主教アレクシー2世は、ロシア正教会は政局を超越した存在である、ことを理由とし、正職と議員職との兼業禁止を布告。このように、国政に対して直接的な影響を与える手段で、ある議席を失うことを選択して、一定の政教分離を図っている。ウラジーミル・プーチン大統領と会見する。 ロシア連邦の三宗教の代表者たち。左から、ダンバー・ユシェーフ、タルガト・タジュディン、アレクシーに選手化し、近年、ロシア正教会は、ロシア政府、政界への政治発言力と接近を強めてきている。ロシア連邦において、存在感を増すロシア正教会を政治的に活用しようとする政治家も、多数おり、こうした政治家は教会になどして教会び、 信徒の支持を得ようとしている。裏を返せば、教伝になるだけの多くの信徒が、教会にいるということでもあり、ロシアにおいて、いかに教会活動が、活発化しているかを示すものでもある。モスクワ総主教が、大統領就任式典に参加し、旧世主ハリスト世代制度の再建にあたっては、モスクワ市長ルシコフから支援を受けるなど、国家において様々な地位、利益を享受している。 他方、ロシア連邦において、一宗教団体としては、別格の扱いを政府から受けているロシア正教会ではあるが、法的な国境とは位置づけられていない。ロシア連邦は多民族国家でありムスリムや仏教徒も多数存在しており、政府も正教以外の宗教に対する一定の配慮を示している。また、ロシア正教会の対話相手となる政治勢力は、 必ずしも与党、政権側とは限らず、野党である公正ロシアとの間でも対話は行われている。実質国営メディアであるロシアトゥデイがロシア公的意見調査センターの調査結果として2012年8月14日に報道したところによれば、44%のロシア連邦国民が、協会は倫理的問題には関与すべきだが、 政治とは距離を取るべきだとし、約3分の1の国民は、教会の活動は信仰上、宗教上の問題に限定されるべきだとしている。教会による政治への積極的関与を期待するのは、約17%にとどまった。政教会間の関係ロシア政教会に限らず、政教会は20世紀中盤から、政教の離散と呼ばれる問題を抱えている。これは、 政教が現代に入って土地ではなく各民族教会ごとに管轄を保持する傾向が強まり、教区をめぐる争いが複数発生している問題を指す。ロシア政教会も同様の問題を各地に存在するロシア人コミュニティをめぐって抱えており、多くは決着を見ていない。ウクライナ政教会をめぐる問題も解決の兆しが見えない。在外ロシア生教会のラウルスフ主教と ロシア正教会のアレクシー二世総主教。2008年2月28日撮影。ただし、懸案の一つであった、在外ロシア正教会との関係については、ロシア正教会の主座主教である、アレクシー二世総主教指導家のモスクワ総主教座と、在外ロシア正教会で和解交渉が進められ、2007年5月17日、モスクワで、 最終合意文書の締結に至った。在外ロシア正教会は、順次知正教会としての核を有することとなった。ロシア正教会と西法教会の関係合法化された、東方天霊カトリック教会や、主にアメリカから入ってくる福音派などプロテスタントの伝道との競争にさらされ、これらとの緊張関係に置かれてもいる。特に、 東方天霊カトリック教会と福音派は資金が潤沢であり、ロシア正教会はこれらの殿堂に神経を尖らせている。長年、ローマ教皇庁とは比較的緊張関係にあり、モスクワ総主教とローマ教皇の対話もあまり進展していない。ローマカトリックとの対立については、特にウクライナ東方カトリック教会問題を抱える。 ウクライナにおける対立が顕著であり、かつての西方からの正教会に対する十字軍の歴史的記憶と相まって東西両教会の和解を懸念しつつ、不協活動を拡大していくローマカトリック教会に対する正教信徒からの不信感を招く根源的理由の一つとなっている。このように深刻な緊張関係が両教会間には存在し、総合両清は、 他の地域の聖教会と同様に全く行われては、おらず、モスクワ総主教とローマ教皇の直接のトップ会談は未だ実現してはいないものの、主教、数奇教クラスでの交流は行われ、一定の交流が継続されている。教皇ヨハネ・パウロ2世紀の英民の際には、ロシア聖教会障害局長であり、ロシア聖教会のナンバーに登目される、キリルフ主教が弔問に訪れてもいる。 中位ロシア大使館の敷地内に新しく建てられたロシア聖教会の聖堂であるアレクサンドリアの聖カテリナ教会を2006年5月19日に聖記予しするためにキリルフ主教がイタリアを訪れた際にはローマ教皇ベネディクト16世とキリルフ主教が会見を行った。また前日の18日の記念演奏会で教皇朝正義と平和表議や議長ロジェエチガライ。 数気教が教皇の名において祝辞を述べ、キリルフ主教はこれに対し共に祈ることと対話、協力の大切さを強調する言葉で応じた。また歴史的にロシア正教会は一貫して反正法教会一色であったわけではない。神学上、教会法上の一定の神話性があったこと、ロシアのロマノフ長とイギリス連合王国のハノーバーさが親戚関係にあったこと、 ウクライナにおけるローマカトリック教会との深刻な管轄対立に類するような問題がないこと等から性交界との関係進化の話し合いはロシア革命までは継続されていた。ただし2010年現在では正教会と正教会との関係は特別に深いものではなくなっている。日本正教会との関係日本に性教を浸透させたのはロシアの修道司祭ニコライである。 正教会は、三国干渉、日露戦争などにより、日本における、対露感情が悪化していく、悪条件の中、一時期は、カトリック教会に次ぐ強制を獲得するに至った。しかしながら、ニコライ氏後、ロシア革命の勃発により、宗教弾圧を行う、共産主義政権の下で監視下にある、モスクワ総主教庁の指導下にあり続けることへの、不安や疑義から、 日本の正教会内においてもロシア正教会と距離を置くべきとする議論が高まった。この流れの中で戦前には日本正教会は在外ロシア正教会で主教がの部署をされるなどしてこれと関係を持ち戦後は GHQ の圧力もあってアメリカ正教会の前身である北米メトロポリアの指導下に入った。1970年になり北米メトロポリアが モスクワ総主教庁との関係を回復して独立性教会になるに際し、日本ハリストス性教会もモスクワ総主教庁との関係を回復して自治教会となった。取材主教である全日本の不主教の認可はモスクワ総主教によって行われる一方、財政と信仰生活は完全にロシア性教会から独立しており、教会運営においてほぼ完全な自治を行っている。 ロシアと直接的に関係を持つ日本の教会として、ロシア正教会中日ポドボリエがある。ありがとうございます。